はい。こんにちは。文具王です、えー。今日紹介するのはこちら。はい。えー、デルフォニックスのですね、えー。ロルバーンフレキシブルという商品です。えっ、ー、と、ロルバーンね。あのー、皆さん、こちらはご存知かなえっ、ー、とですね。結構文具好きな人だったらですね、一度は見たことがあるんじゃないのかなと思いますけれども、文具リバーでは土定番の一つになりました。ロルバーンというですね、えー、ノートがあります。 で、これあの、ゴムバンドがついていて、これ中がね、こんな感じでですね、えっと、クリーム色で、まあこのね、ちょっと点線になってる、この5ミ、mm、リ方眼ってね、それと、あと最後のページにですね、ここのところにあの、このね、透明ポケットがついてるっていうあたりがですね、すごく特徴で、結構便利なんですよね。あとね、ノートはね、ここのところに、実は、よいしょ、よ、これが、ミシン目が入っているので、わかるかな えっと、切り取りができるんですね。ということでですね、これ、あのー、結構ね、何ですかね、定番ノートとしてですね、まあ、すごく便利なんですね。リングノートで裏返しても使えて、ちゃんとね、こうやって置いて縦でも横でも使えて、ちょっとクリームがかった色なんで、まあ、特徴もあるし、目にも優しいというね。 形線が強すぎない、このね、ちょっとグレーの形線だったりとかですね。で、まあ最後にはポケットもついているので、これ一冊持っときゃいいんじゃないかっていう人結構いらっしゃるんですね。で、サイズも何種類かあるんですけれども、これが好きな人は、まあかなりいると思うんですが、ここにですね、さらに、このロルバーンの まあ、普通のノートに対してですね、フレキシブルっていう新商品が出ましたよということなんですよ。何かというと、ページが差し替えられるっていうのが特徴なんですね。で、まあ、こんな感じですね。これね、あの、まあ、ね、先日の、あの、東急ハンズの文具祭りですね、に行ってきたときにですね、まあ、色が、あの、すごく可愛い色が出ていたので、あの、まあ、先行発売でですね、一部の店舗では先行発売がすでにされてるんですけども、店舗の ね。ではですね、もう人気になっている、このね、水色がね、一番に売り切れるっていう話なんですけれども、水色と、コンと、あと、黒とね、えっと、クリームっぽい茶色みたいな色があります、ということでですね、まあ、そんな感じになってるんですけれども、で、大小あります。で、こっちが英語サイズ。これね、英語って言っても、英語、ね、本当に、あの、ちょっと大きい感じがしますけれども、この、 表紙がね、ちょっと大きいんであれですけれども、英語サイズと、え、こっちがね、L サイズって呼ばれてるんですけれども、うーんーとね、多分 B6 変形っていう感じですね。B6 サイズよりもちょっと横幅が広いのかな、みたいな感じになってます。ということで、L サイズと呼ばれているのと、英語サイズっていうのがありますよ、というところなんですけれども、まあ、こんな感じになってます。で、まあ仕組みは同じなので、とりあえず置いときますけども、これですね、えー、もう本当にこうなっていてですね、このページのところなんですけど、普通、 ね、これまでのロー,ルバーンは上から下まで全部リングがついてたんですけれども今回のものはですね上下2箇所に、えー、リングが4つずつなんかどっかで見たことありますね,ねあのー、ねあこんな感じになっているわけですけれども真ん中手が触れないとかよくありますがねそうではなくてですねこれ実は上の端っこの部分がですねよいしょこうやって見るとですねここはい。 パチパチってやるとですね、こうやって剥がすことができますよというふうになっています。これノートのね、紙にですね、こんな感じで切り込みが入っていますよという感じなので、パチパチっと外すことが簡単にできます。すごい簡単に外れます。これ実はですね、切り込みのところですね、ただの線じゃなくてちょっと幅を持たせてあるので、 ま、弱いっちゃ弱いんですけれども、その代わりはめるのがすごく簡単ですね。よいしょ、こんな風になっていて、ここにですね、持ってきて、パチパチと。なんか、この絵面、どっかで見ませんでしたね、あの、アンドノートっていうですね、あのね、えー、カさんのノートがありましたけど、あれはノートの部分は外れなくって、ここにページを足したいときに、ここにね、シールを貼ってこうね、 つけるやつのの独占っていうのがありましたけれども、これはですね、ページそのものが外れるようになってますという感じですね。で、まあ、これで入れ替えができますよということなので、ページの差し替えができる。ね。で、えー、まあ、言ったら、そのね、ルーズリーフとかそういうのと同じような使い方がこれはできますよということでですね、差し替えができるタイプになってます。で、もちろん、ね、えー、ロールバーなので、一番最後のページにはですね、やっぱりポケットが一個ついてます。 ね。で、このポケットもね、パチパチっと、外せるようになってるので、これはこれですごく使い手があるなという感じになってます。ね。で、えっ、ー、と、表紙はね、これね、あのー、まあ、ポリウリザン系だと思うんですけれども、PU レザーで、えっ、ー、と、まあ、ね、合皮でできてるんですけど、中に硬い芯が入ったタイプの合皮になっていて、まあ、ロゴが刻印されているという感じですね。で、割としっかりしてます。で、なので、まあ、 ね、中身をね、入れ替えて使い続ければ結構長く使えるような仕様にはなっているので、まあ、従来の紙製のものよりも、まあ長く使えるような表紙になってます。まあお値段も高いんですけれどもね、えっ、ー、とー、さっきのでありましたけれども、ルルバンフレキシブル。大小でいくとですね、えー、カバーですね、まあリフィル40枚入りなんですけれども、それでですね、L が2300円、英語が2700円ということで、2300円と2700円ということで、かなりの、えー、高級 ノートにはなってますなのでまあいわゆるねあのー ロイストトゥルムとかですね、え、モレスキンとか、そういうのを買うような覚悟が必要ではありますが、その代わり、まあ中がね、使い続けられるっていうところでですね、まあ使い捨てじゃないっていうところはいいのかなと思います。で、これ、書き終わったやつを保存する用のね、ちょっと買わなかったんですけれども、ストックファイルっていうのもあるので、これに入れておくとストックすることもできますよ、ということです。まあちょっと穴の形が特殊なので、まあファイルも必要にストックしようと思ったら、えー、専用のものを買った方がいいかなと思います、という感じですね。 うん、で、えっ、ー、と、ノートとしてはですね、一番最後と一番、あの、一番最初と最後のところにですね、リフターって呼ばれるんですけども、こういうね、透明なプラスチックの板がついてます。これはね、あのー、よく、 あの、ファイルなんかに一番最初最後のところにこれをつけておくと、こう、最初ね、リングとかに引っかかって、こう、開きにくい時に無理やりやると、穴が傷んだりするのを防ぐために、これがですね、まあ、しっかりした板でこう、押さえてあげることによって、こうやって開いた時に、まあ、紙への負担を下げるっていうことで、リフターって呼ばれます。まあ、こんなものもあったりします。これもね、あの、文房具用語辞典に載ってるので、よく見てくださいっていう感じです。はい。まあ、そんな感じです。 で、まあ、上下2箇所に分かれているっていうところを除けばですね、基本的な構成はロールバーンと同じということになってますよという感じですね。まあ、残念ながらこれ上下だけなので、こっちの紙をこっちに差し込むっていうのはできないんですけども、そんな感じになってます。あとシステムとしては、これにですね、いくつかの、えっ、ー、と、オプションがあります。これ一番最後についているポケットね。このポケットですね。これちょっと硬めのね、これね、クリアファイルみたいなね、 あの、やつですね。まあク、えー、クリアホルダーと言え、クリアホルダーと言ったんですかすいません。自分で言っててなんかあれですね。えっ、ー、と、クリアホルダーと同じような形のですね、えー、ま、PP でできた、ちょっと厚手のものになっていて、これ外してね、このままだけでもですね、持ち運びもできてしまうという感じのしっかりしたものなんですけども、これも、 ええと、彼が売ってるので、追加してページ数を増やすことができますよということで、ドルワン、えー、フレキシブルね、ね、えー、用のポケット L ってやつですね。これがですね、えー、まあこんな感じで、何枚入りだっけなええー、とですね5、5ポケットで580円ということでね、まあこんなものがあったりしますというところとか、あとはですね、えー、これ、これ2つはですね、えっ、ー、と、インデックスね、 このあの、見出しのインデックスと、それからですね、こっちはですね、え、ペン差しがついているんですけれども、この見出しと、ペン差しに関しては止め方がちょっと違っていて、これちょっと開けますね。はい。今日はもうね、無編集でいきます。ちょっと時間が全くありません。こんな感じでですね、こんな感じになって入っているんですけど、これをですね、ま、はめるときなんですけれども、こうやってですね、上の、 この鍵状になってる上と、こっち側ですね、パチってこういうね、一つ穴になってるんですけど、こう上から鍵状の部分を引っ掛けてあげて、下の端の一箇所だけをパチッと止めるとですね、簡単にこうやって止めることができます。はい、こんな感じです。なので、すごく便利なんですが、これに関しては、これに関しては、いわゆる通常のロルバーンですね。これ。のやつにも同じサイズのロルバーンであれば、 よいしょ。こうやってはめてですね、端っこにパチッと止めると、えー、つけることができるので、えー、このパートだけを普段のロールバーに挟んで、えー、見出しにするっていうこともできます。で、あと、まあ、ペン一本だけ刺しておきたいっていう人はですね、下敷き兼ペン刺しですね、というやつがあるので、これをつけることもできますよ、という感じですね。あと、リーフはね、もちろん替えのリーフ売ってるんですけども、これ普通の方眼ですけれども、罫線とかも売ってます。 これ結構ね、あの、重要で、ロールバンって基本的にはね、5mm 方眼しかないんですけれども、こっちのフレキシブルに関しては、形線とかも選べますんで、そこら辺はですね、えー、あ、ここに、えー、サンプルで、ね、もらったやつがありますけれども、これね、えっ、ー、と、あの、ハンズのね、文具祭りで買った時におまけで付けてくれたんですけれども、こんな感じでですね、えーと、方眼丸、砲丸には形線があります。これは、A k かな の形成になっていますよというものがあったりしますというところとですね。はい。で、そんな感じになっているのと、あとね、ここに映ってるこの細長いやつなんですけど、これがですね、ちょっと面白くて、これ、to do l i s があります。これはね、あの、フレキシブルならではの楽しみ方というか、こんな感じになっているわけですけれども、これね、 あの、今使っている今日のページみたいなところに挟んでおけば、今日のトゥードゥリストを付けておくことができます。これ案外便利だと思うんだよね。ノートでこれ使っていたら、ちょうどね、今見ているところにですね、ちょうど今必要なトゥードゥリスト入れとけるし、ページが変わったらこれ差し替えもできるし、今日終わってもうトゥードゥリストいらなくなったら剥がして捨てちゃえばいいんですよ。 ということで、このトゥードゥリストを細長い形でこう間に挟める。まあまあ、しおりっぽくもなりますしね。ということでですね、このトゥードゥのね、リフィルが使えるっていうのね、結構大きいと思います。こんな感じですね。えっと、四角がいっぱい並んでいるので、まあ、いわゆる本当にチェックボックスになっているので、普通に使えますということで、まあ、ロールバンを普通に使いつつ、えー、トゥードゥみたいなものを機能的に挟むこともできるということです。 という感じでですねすごく便利なので、ねあの、これ結構しっかりしてるし、カバンに入れて持ち運ぶのにも、まあ、表紙のね、いつもだいたいこっちは紙なんですけれども、やっぱりね、このね、合皮でできてるところもですね、かなりいい感じですよね。このね、ブルーなんか綺麗なんですよね、水色が。この、はで押したところがですね、色が濃くなってるのがまたかっこいいわけですよ。ずるいな、ロルバーンって感じなんですけども。 あちなみに全然関係ないですけど、ロールバーンっていうのはどういう意味かっていうと、えー、滑走路っていう意味です。ね。あのー、もともとね、これはまあ、あの、モデルになってるのはルフトハンザだと思うんですけれども、えー、まあ、海外の航空会社みたいなイメージでですね、旅をイメージして作るみたいなところで作られているブランドなので、ね、ロールバーンっていうのは、ね、バーンっていうのがあの、道路ですね。 あの、アウトバーンとかのバーンですね。で、ロールバーンのロールが、えー、滑走路の滑走ということですね。っていうことなので、えー、飛行機の滑走路をイメージしているよというログ、になっていて、なんとなく航空会社のね、あの、飛行機についてるロゴっぽいでしょっていう感じだったりします。という感じです。で、まあね。 あのー、ということで、ね基本的に商品の説明はここまでなんですけれども、えーと、ね、この間までの僕の放送を見ていただいている方はですね、じゃああれ使えんじゃねえのっていう話が出てくると思います。えーとですね、甘味さんのですね、ええー、リングリーフ。それからですね、えっ、ー、と、<laughs> アンドノートセンっていうのがあります。ね。 で、もともとアンドノートっていうのがですね、この四つ穴で、このね、えー、こういうシールになってるから使えるのかなって思うじゃないですか。ここだけ注意が必要です。使うんだったらリングリーフを使ってくださいっていう話なんですけど、何かっていうと、これね、注意が必要なんですけど、皆さん、ロルバン普通のリングノートだと思ってるじゃないですか。こいつは、実は、えー、ちょっとだけ規格が他のと違いますよということなんですね。えーと、はい。 ま、リングノート。まあ、ちょっとこれあれですけども、ソフトリングになっちゃいましたけども、今手元にあったので、こうやって持ってきましたけども、これ、ね、あの、いわゆるダブルリングノート企画です。えっと、他ので行くとこんなのもありますよということで、例えばニモシネなんかもそうなんですけども、こういうダブルリ,、ね、リングの規格っていうのは、ワンサードピッチって言われて、3分の1インチピッチって言われてます。まあ、ここの距離がね、3分の1インチっていうことなんですけれども、ただし、これなんですけれども、ロルバーンの規格っていうのは、実はこいつと違うんですよ。 これね、並べてみますよ。ちょっと大きく拡大して入ってみます。で、こうやって並べるとですね、あ、裏が黒で分かりづらいか。ちょっと、えー、こういうの置いといて、こうやって見てみますかね。こう分かりますかね。えっ、ー、と、すいませんね。ちょっと風邪気味で。はい。えーとですね、こうやって見るとですね、えー、こう並んでいるのですが、真ん中に持ってこようかな。はい。横の方がいけるかな。数がいけるので、こうやって並べますけれども、 こんな風にリングを並べます。逆にこっちが分かりやすいか。えーとですね。すいません。ね、値札とかついててかっこ悪いですね。こうしよう。はい。えーこうですね。で、こうなっていてですね、え、下がですね、いわゆるワンサードピッチなんですけれども、上こうやって並べるとですね、えーちょっとずれてるのが分かりますかね。いきますよ。ここから、ね。ここ端からいきますよ。ここから、 ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。で、11個目でこれほぼ揃ってるじゃないですか。ね、縦揃ってます。ここ縦揃ってるんですけども、こっから、ここから見てくださいね。これ1個目ですよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。ということでですね、実は、ちょっとだけピッチが広いんですよ。なので、数が少ないんですよ。 なので、これは、実は、企画が違うんです。ね。何と一緒かっていうと、これ、実企画の多欠パンチっていうやつですね。これもあの、はい、えー、文牧語辞典を読んでいただきたいんですけど、これ、ルーズリーフピッチです。ということでですね、実は、ちょっと失礼。はい。えっ、ー、とですね、えー、実はですね、これ、 こうやってくる、比べるとですね、ルーズリーフの穴と同じ位置に穴が開いてるんですよね。ということなので、実は、えー、これに関して言うとですね、アンドノート付線はピッチが合わないので使えないんですよ。あ、ここですね。ちょっと戻そう。いいちょ。はい。えー、アンドノート付線はピッチが合わないので使えないんですね。ということで、えー、これに関してはですね、えー、アンドノート付線ではなくて、リングリーフを使ってくださいということですね。リングリーフは、 えー、ルーズリーフピッチでも、えー、ワンサードピッチでも、どちらでもね、国際企画の、えー、ワンサードピッチでも、両方使えますよということになっているので、はい。ということで、この間、ちょっと実演に使ったやつですね。えー、これをですね、使うことができますよということで、はい。よいしょよいしょ。はい、こんな感じでですね、えー、このリングリーフをつけた写真ですね。これをですね、はい、入れてみましょう。ほいと。 ええー、まあ、これね、まあ、上下が離れているので、中間近づけて使うのはできないですけれども、こうやって使うとですね、はい、こうやってパチパチっと入れるとですね、はい、こんな風にですね、つ、えー、けることができますよということです。まあ、不安定だなと思ったら、この長いものであればですね、上下両方のリングとかませて使ってもらえるといいと思うんですけれども、こんな風にしてつ、えー、けることができますよということなので、えっ、ー、と、これと合わせて使うならば、えっ、ー、とですね、さらにカスタムでつけたい人は リングリーフを買うと、ここに、さらに、まあ、物を付けることもできるよ、ということですね。が、できます。あと、ここに、まあ、挟み込むものをやりたい場合はですね、えールーズリーフの、ね、えと、ゲージパンチなんかでルーズリーフの穴を開けてですね、ここに、ハサミで切り込みを入れると、ここにはめ込むことが一応できます。なので、オリジナルの紙を使いたい人は、まあ、そういう工作も一応できますよ、ということで、ルーズリーフピッチだっていうのだけは覚えておいてくださいと。 いう話です。はい。ね。ということで、これね、えー、まあまたね、持ち運びでいろんなね、ことをやってみたいなと思いますけれども、うん。また追加で何か情報があったりやりたいと思いますが、あ、そう,うあとさっき見せ、見せましたけども、ロルバーン専用のですね、クリーム色の修正テープがあります。ということで、これもちょっとね、えー、おまけのおまけで、すいません、打足が、あれですけれども、やっておきたいなと思います。これね、えー、中の、えっ、ー、とー、この、 テープがですね、ちょい黄色いっていうのと、幅がね、4ミ、mm、リなんですよ。なぜ4ミ、mm、リかって言ったら、当然ですけれども、ロールバーンの基本がですね、5ミ、mm、リの方眼なので、ここの方眼の間に書いた文字を消すっていうのが前提なので、ここに引けますよというふうになってます。なので、まあこうやって引いたときにですね、このちょうど、霊幅の中に引けて、もうほぼ見えなくなります。っていうね。 ことなので、これね、ロルバンユーザーはね、昔からちょっと思ってたんですよ。普通にね、修正テープを使うと真っ白なので、線がね、すごい強調されてしまうので、ちょっとこう黄色いというところでですね、これはなかなかよ、いいかなと思います。ま、あ他にもね、手帳なんかで、あの、黄色系のね、えちょっとクリーム系の色のものを使ってる人はですね、え白よりもこっちの方が、合うかもしれません、ということで。ま、これもね、ちょっと、 え、知っておくといいかなと思います。はい。という感じですね。なので、えー、まあちょっとお高めですけれども、ページが変えられるし、まあね、あのずっと使い続けられることができますし、まあこのね、機能的にポケットを増やしたりできるっていうのもなかなか魅力だったりするわけですね。あの、ね、そういうことができる、まあ、ちょっと機能的なロルバーンということで、アップグレードするにはこれを使ってみるのもありかなと思います。 ただし、一つだけ、えっ、ー、と、注意があるのは、やっぱね、弱いんですよね、リングが。リングというか、ここの部分が、どうしてもやっぱりあ、あの、付け外しを何度もすると、傷んできます。で、やっぱりね、あの、店頭展示品とかは、やっぱどんどんボロくなってくるので、やっぱね、これ大事に使わないといけないっていうところがあるので、個人で使ってる分にはほとんど問題ないと思うんですけれども、 あのね、差し替えはあんまり頻繁にするのは良くないと思います。なので、まあ、付けて使っておいて、まとめてもう外したらあとは保管するみたいな感じの使い方が良いかなと。で、もう一日でね、使い切ってしまう、こういうですね、トゥー o リストみたいなものに関しては、バンバン刺したり外したりしてくれればいいと思うんですけれども、という感じです。なので、まあ、ちょっとね、あのー、まあ、 あの、すごいね、強いかっていうとね、ロルバーンほどのね、強さはあれですけれども、ということなので、あとね、もちろん、こういうですね、えと、インデックスとかそういうものをつけたりできるので、うまく活用していただければですね、ロルバーンのね、使い、使い勝手がさらに広がることは、まあ、受け合いですよという感じのですね、ロルバーン、ね。 えっと、ロルバンフレキシブルですね。まだ今ちょっとね、えっ、ー、と、店頭の一般販売は、えっ、ー、と、もうちょっと先なのかなというのと、あとはですね、あの、一部、先行販売のお店でもですね、まあ、いい色から売り切れちゃうので、まあ、そこら辺はですね、えー、まあ、見ていただいてですね、いいのが、手に入るといいねということで、えー、皆さんも探してみてください。以上です。